東京湾に面する船橋のベイエリア。古くから産業やレジャーなどでにぎわいを見せ、発展を続けてきました。船橋市の沿岸部ではもともと漁業や製塩など第一次産業が盛んでしたが、昭和20年代以降の大規模な埋め立てによって産業の形態というのが多様化して、それに合わせて地域の暮らしというのも大きく変わりました。時代に合わせて形を変えてきた海辺の姿に迫ります。JR 南船橋駅周辺の地域は、かつての御西浦と呼ばれた豊かな漁場から人気のスポットとなった現在に至るまで、さまざまな変化を遂げてきました。多くの人を楽しませてきた船橋のウォーターフロントの今と昔を、当時の映像や郷土資料館の企画展とともにお伝えします。展示されている大きな写真、これは昭和30年にオープンした船橋ヘルスセンターの様子を撮影したものです。郷土資料館では現在、船橋の沿岸部に着目した企画展、海辺の様子の移り変わりを開催中で、懐かしい資料や過去から現在までの写真の展示を通じて、その歴史を分かりやすく伝えています。実際にヘルスセンターに行ったことある方々からは、懐かしいっていうお声をいただいたり、小学生の皆様には船橋にこんな施設があったのかという驚きの声をいただいております。現在の船橋のベイエリアには、船橋漁港や工業地帯、大型商業施設など多くのスポットがひしめくほか、東京からのアクセスの良さと海に面した立地から物流の拠点にもなっています。また競技用の国際基準を満たしたアイススケート場、アイスパーク船橋が2020年にオープンし、2024年には千葉ジェッツ船橋の新たなホームアリーナが誕生します。工業や商業でにぎわいを見せるベイエリアですが、かつては塩田が広がり、漁業が盛んに行われていました。それも昭和20年代以降の大規模な埋め立てによって大きく変わっていきます。企画展には明治時代から昭和までの地形図が展示され、海岸線や道路、地形の変化などからその変遷をたどることができます。明治13年の海辺には塩田が広がっているんですが、それが時代を経ることにより埋め立てと開発が進み、東京湾岸道路や JR 京葉線などが通り、非常に栄えていく様子っていうのが見てわかります。こちらでは楽しむをテーマに、海辺でどのように楽しむが変化してきたのか展示しています。地域の歴史の転換点となったのが大型レジャー施設の誕生でした。明治時代には海水浴や潮干狩りが行われていた場所が、昭和30年に船橋ヘルスセンターができることで、にぎわいがさらに広がりました。船橋ヘルスセンターは天然ガスの発掘によって掘り出された温泉を利用したローマ風呂や温水プールのほか、遊園地、人工海水浴場のゴールデンビーチ、サーキット場など全国から多くの人が訪れる総合娯楽施設でした。昭和46年に地盤沈下防止という面から天然ガスの採掘が中止され、残念ながらヘルスセンターは閉業となってしまいましたが、その後にはララポート船橋ショッピングセンターやスキードームなど新たな商業施設や娯楽施設ができ、常に人や物が集まる場所となっています。他にも暮らしと産業をテーマにしたそれぞれのコーナーがあり、埋め立てや人口増加に伴って整備が進められていく様子を紹介しています。また大正10年に創業し、令和2年の4月末をもっておよそ100年の歴史に幕を下ろした
割烹旅館玉川から寄贈された資料も展示しています。数々の貴重な資料に昔を懐かしむ人や歴史を学ぶ小学生などの姿が見られました。昔の東京はあんな感じで、今こんなちっちゃくなってんだなとか、埋め立て地が多くなってるんだなって思ったり、知れて嬉しかったです。昔船橋ヘリセンターに行きまして、宴会ですね、組合の何十周年か当時忘れましたけど、ここでやろうということで始めていた。蔵王市も行ったことあるんですけど、なんかあそこはなくなって残念。ママもたくさんこういろんなところで遊んだりとか、あったんだよっていうのを話できてていいなと思いました。プール、がまだあったらいいのになって思った市民はもちろん、全国の人から親しまれてきた船橋のベイエリアは今後も時代の先駆けとして進化を続けます。今回の企画展にあたり、埋め立て前の海岸線や埋め立てた場所っていうのを実際に歩いてみたんですけれど、地形図では分かっていても、そこからそっち側は海だったのっていう驚きがありました。こちらお配りしているパンフレットの裏面に、埋め立て前の海岸線を表した地図がついておりまして、お散歩マップとなっておりますので、ぜひ実際に歩いていただけたらと思います。そうするときっと新しい発見があると思います。 JR 南船橋駅南口では、市が所有する土地の開発が進められています。これからもたくさんの人が楽しめる活気あふれる地域になってほしいですね。